今回僕がアイコンに選ばせていただいたのはレディー・ガガです。レディー・ガガに興味を持ったのは、10年以上前なんですが、初めてクラブでこう流れてる音楽を聴いてかっこいいなっていうふうに思っていくから、MV だったり PV だったり、いろんなものをこう見させてもらって、こうレディー・ガガというアーティストの世界観にすごく魅了されてしまって、そこからこう追わざるを得ない存在になったっていうのが、今回僕のアイコンにした理由になりますね。あとはレディー・ガガがこう例えば突拍子もないことをやったとしてもレディー・ガガだし、ビューティーに決めたとしてもレディー・ガガだし、レディー・ガガの中でいくつものレディー・ガガがいて、その中で自分らしく自由にこうデザインだったりとかクリエーションを楽しむっていう、そんなこう彼女のなんか素敵なところがすごいかっこいいなっていうふうに思っていて、そこをこう真似したいなと、なんか自分のフィルターを通してこうどんなデザインだったりとか新しいことに挑戦したとしても自分色がちゃんと出るようなところを落とし込むっていうところで、レディー・ガガがそういうふうに見えるので、僕もなんかそういう存在、クリエイターとしてそういう存在になりたいなと思って、そういう落とし込みをさせていただきました。今回自分でこういったこう作風にしたいなっていうことが明確なものが一つだけあって、もしレディー・ガガが新しくアルバムだったりとか CD を出すときに、僕がこうヘアデザインを任せていただいたりとかトータルクリエーションを任せていただいたときに、こういったものをやってみたいなだったりとか、なんかそういったジャケット撮影をテーマに今回撮影をさせていただきました。その中でやっぱりあれだけのアーティストでスーパースターで何百万枚も売れるものをなんかこう作るにあたって、自分がやっぱこう最高のデザインをして何かこう世に出したいなっていう思いでこう今回取り組みました。今回具体的なイメージは、こう撮影のクルーの皆さんと話し合わせていただいたんですが、そこの中で煮詰めるところの作業をこうそれぞれのセクションにこうお任せさせていただいたというか、なんかそれぞれがこうこれどうこれどうっていうアイデアをすごい出していただいたので、なんか自分の中ではこうやりたいことはあるっていうことだけをお伝えさせていただいて、そうですね、皆さんにお伝えしたテーマっていうのが僕の方でスラングっていう、こうその地方だったりとかで使われている共通な自分たちの言葉、英語の俗語だったりとかするんですが、僕らにしか最初は分からないところをこう表現して喋って、しっかりコミュニケーション取ってやっていく中で、それが出来上がった時にようやくそのスラングが皆さんにこう認知してもらえるような、なんかこう分かる分かる分かるみたいな感じになってもらえるようなところまで行ってほしいなってことで、大きなテーマをスラングっていうふうに付けさせていただきました。今回、ショートのデザインのモデルさんはこう髪型を、ジャケットとネクタイシャツをイメージして、作らさせていただいたんですね。で、何かこう自分の中で形あるものをヘアデザインに落とし込みたいなっていうふうに思って、でそこで新しいこうシルエットだったりとかカラーバランスだったりとか、そういったところに挑戦したいなと思ったので、カチッとしたこうヘアスタイルに当てはまるようなモデルさんを選ばせていただいてデザインさせていただいたっていうのが、1人目のモデルさんのこだわりだったりとかしますね。あとはもう1名の方は、違った質感を組み合わせることで何かこう新しい反応が見えたりとかデザインになってほしいなっていうふうに思って、ウルフの中で綺麗な質感と少しこう散らした、ちょっと汚いと言ったらあれですけど、何かわざとそうやって狙った質感を組み合わせることによって質感を変えたところで
新しいシルエットを出して挑戦したっていうところが、まあ、今回2体目のモデルさんの、まあ、一番大きなテーマだったりするところですね。ショートのモデルさんのベースに関しては、ソフトな刈り上げからちょっとスクエアに角を残してるんですけど、ネクタイ、シャツ、ジャケットっていうところの、まあ、ジャケットのショルダーになる部分だったりとかを角を残した部分だったりとかして、切り込むところをシャツになる部分にしたりとかしたり、あとはモヒカンラインのところを長さを少し長く残してあげてネクタイっぽく見えるようにしたりっていうので、1体目のショートのモデルさんはデザインさせていただきました。基本的にはウルフベースなんですが、ウルフベースだとやっぱりこうデザイン性としてはナチュラルだなと思ってたので、そこにかなりハイレイヤーを入れました。質感の違いをこう大きく見せるためにはやっぱりこうどちらかがこう動いてなくてどちらかが動いているだったりとか、まあなんかこう極端に見せた方がやっぱりこう分かりやすいし面白いデザインになるなと思ったので、上下で違った質感のデザインにするっていうところにこだわりました。クリエーションに取り組むっていうことがお客様にこう還元させていただけることにつながるっていうふうに実感できているからこそやるっていうのももちろんありますし、まだお客様があんまりいなかった時もこうそれでさえこう実感してたって部分もあったりとかしました。常にやっぱりこう挑戦し続けて新しいものを生み出していけばお客様に飽きられることのない美容師になるかなっていうふうに思うので、それがナチュラルであろうとハイクリエーションであろうとどこの分野にでもこう活かせるかなっていうふうに思っているので、なんか常にこう全力で取り組んでいるのはやっぱりこう全てのことにつながってるなっていうふうに思っているからやっておりますね。業界誌はものすごくこうチェックさせていただいてて、やっぱりこう気になる技術が載ってる、まあ、月の例えば4月号に載ってただったらすごいやっぱりそこはもう隅々まで見たりとか、まあ、気になる美容師さんが出てたらやっぱ隅々まで見たりっていう風に思ったりしますし、あとは自分のこうデザインソースとしてやっぱりこう業界誌に作品を掲載されてる美容師さんの作品とやっぱこう同じものを作ってても仕方がないのし、なんかその真似事をしたくないので、やっぱそういった意味でも勉強もそうですし反骨精神としてもやっぱ見たいなっていうのもありますし、こう自分がやっぱりそこに憧れをすごい抱いてたのでやっぱりそこに出させてもらうっていうのはすごい自分の中での夢でもあったので、まあ、美容師さん全員が手に取るようなものであれたら理想だなっていうふうに思いますね。全然自分に出せないこう女性の色気だったりとか、なんかそういったところを出してる、まあ、反対の方だったりとかっていうところにすごくこう惹かれてみたりとか、いろんなこう観点で見させていただいていて、なんかその人の良さがすごい出てる作品がいっぱいあるので、そこをこう純粋に何がそうさせてるのかっていう研究をするのが好きです。そうですね、まずはあの新美容さんで、まあ、表紙を飾らせていただいたりとか、何かこう自分が美容師として、まあ、こう存在してたよっていうふうに、何かこうちゃんと証を残せるような大きな大役を担いたいっていうことだったりとか、まあ、あとはもうコンテストとかは常にチャレンジしてるんですけど、フォトコンテストだったりとかではまだそんなにこう入賞したりとかした回数が少ないので、まあ、そういったところでも大きな賞を得たりとか、まあ、あとはこうお店でもうあなたしかいないよっていうところで、何かこうサロンワーカーとして唯一無二な存在にもなりたいなと思うので、なんか美容の仕事ってサロンワークだけじゃないと思っているので、なんか違った方面でも美容師としてなんか活躍してるよってところがお客様に知ってもらえたら嬉しいなと思うので、なんかそこが今後の自分のこう夢ですね。